今回は先日開催されたクワタフェスティバルで購入した虫を紹介します。イベントの様子も紹介したかったのですが、会場内撮影禁止とのことでしたので、イベントの写真や動画はありません。例年通り2月のこのイベントは来場者も多く賑わっていたと思います。それでは紹介していきます。まずは8畳平田の B 型です。非常に希少なラベルの個体ですが、ペア3000円と安価に購入できました。虹色クワガタのノーマルも購入しました。私有格500円、合計ペア1000円と、こちらも破格で購入できました。個体を見ていきます。8畳平田のオスです。しっかりと特徴が出ていていい感じです。コンディションも良いのでブリードにも期待できそうです。続いて8畳平田のメスです。こちらも良いコンディションです。本種は産卵数が少ない傾向があるとのことですが、頑張ってもらいます。虹色クワガタのオスです。実は東方のチャンネルで虹色クワガタが登場するのは初です。体色、光沢ともに完璧な種類だと思います。こちらは虹色クワガタのメスです。前足の付節が欠けていますが、乾燥による欠けに見えるのでブリードには支障なさそうです。今回購入したのはこの2種になります。イベントで遭遇した知り合いの方からいただいたものもあります。そちらは翌日投稿の後編で紹介します。クワタフェスティバルに限らず、こういった生き物の即売会イベントは面白いので、機会があったら皆様も行ってみてくださいね。後編に続きます。